んでもかんでも人生。お。ジーパンと記念撮影。私はね、ジーパンというかこのね、この重要文化財に行きました。すごい庭園。旧家なんですね。旧野崎家。お、カエルのいる、カエルの焼き物が置いてあるんですね。旧野崎家。これは江戸時代の後期に大規模な塩田を開いた野崎竹左衛門の邸宅ということですね。ちょっと見学していきましょう。撮影ロケということで500円。石段の上。土足厳禁。ちょっとブーツのお値段。あ、これ休憩場所か。あ、なんか撮影があった。石段の上を歩いてください。どっちだ、順路。ああ、すごい。順路。これが玄関か。うちのお袋の実家はこんな感じですよね。6畳ぐらいの土間があったな。ね、で、高いんですよね。あの畳屋とかあるんで、こっちが順路。本日は野崎家住宅へようこそお越しくださいました。はい、これより先ご遠慮ください。表玄関。江戸時代の建物ですね。これか。表玄関。千坪。一丁部ですね。素晴らしい庭園。お袋の実家はこんな感じですね。群馬県の。屏風があって。はい、あ、ご苦労様です。ああ、しっかりと手入れされてる。すごい。表書院。水こと。わあ、素晴らしい。ね、続きますね。日本の建築を回廊形式なんですね、確かね。襖がすごいね。道が分かれている。順路はこっちなんですね。ただね、いろんなね、小屋があるんですね。こう休憩しながら、ね、整理されている庭園を眺めるんですね。シュシャンボっていう木なんですね。
珍しい木なんだ。いやでも結構曲がってるね。これはすごいな。木刻っていう木、この木は覚えられない。順路、ちょっとね低いね。昔の人はねこのぐらいのサイズだったんでしょうね。これはへえ素晴らしい苔の入っている庭園ですね。長座敷、これはねお殿様がね使うような感じなんでしょうね。すごい。臨地亭という、あこれが茶室なんでしょうね。いやーこれくぐって入るんだこれね。これがねどうやってどうね、茶室ってこうね、これどう、ほんと体が小さくないと入れない。これ覚えたな学科の時ね。また勉強しなきゃ。素晴らしい。これ裏口なんですね。塩田で栄えたってことで海に続いてるのかな。何でしょう、あこれ薪が置いてある裏口なんですね。お風呂場なのかな。台所なんですね。これちょっとね見づらいかもしれないけどね、お料理するんでしょうね。でこれがお風呂場、洗面所、昔の洗面所、お風呂があるんですね。あ五右衛門風呂ですね、昔だからね。これで薪を入れて温めたんだ。台所、あ入っていいんだ。おふくろの実家もこんな感じでしたね。土間でねこんな釜みたいなのがあったなね。そうああいうねあったね。あのお皿なんか高いんだろうな。すごい。よいしょ。順路はこっちね。漬物部屋。味噌とか作ったね。これもそうなのかな。順路でこっちはまだ行っちゃいけないのか。なんか洞窟みたいなのね。岩を砕いてる防空壕、ああ防空壕ね。戦争のこれトイレなんだ。戦争の爪痕があるんだ。男子便所、お手洗い。振り返るとこんな感じですね。この蔵屋敷、でところどころ防空壕がありますね。やっぱり戦争の爪痕があるんだ。だから第二次世界大戦の時も使ってたんですねこちらね。
消化としてね。ここは大工棟なんですね。大工、室と言ってこれは味噌を作るところなんですね。味噌製造所。ほほほ、この樽とかね、きっと価値があるんだろうな。室っていうところですね。特草という、こういう草をなんかやるんですね。中は空洞で引っ張ると節のところからスポッと抜ける。煮込んで完成させて板に貼ると仕上がりの用の紙やすりぐらいになると。ああ、わかんねえな。これ老梅という梅なんですね。老梅、こういう景色ですね。これより先を覚えてください。これは井戸の展示室、展示室、倉庫ですね。これね、入ってみますかね。壺とか置いてありますね。すごい、これきっと価値がある。こんなのすごいね。花瓶か、花瓶だ。壺とかね。これはすごい優秀なやつなんでしょうね。こういうのを見て、あれだな、壺を作る人は勉強しないといけないんですね。ははは、何気ないものですけど、作るの大変でしょうね。これね。ということですけど、この先は塩作り体験館だったんですね。ため石、塩を煮詰めるために使用した、石炭の重量を測るためのものだったからですね。1個60キロ、わあ重た、これ1個60キロ。旗竿、資料館1、塩って書いてある。ああ、これが塩田なんですね。一つの島丸ごと。今は駅になったりとか、ハッピータウンになってたりとかね、広大な園庭があったんですね。この園庭を作るための道具なんですね。これが野崎さん。こういうなんかシステムがあるんですね。こういうこう白いこう風景だ。重労働だと言いますよね、塩田でね。これ近代的なものもあったんですね。硫化式塩田、こうあれがそのものなのかな。議員さんだったんですね。で、伯爵になった、なってたんですね。素晴らしい。だから納税がすごいしてたんですよね。これは、いろんな議員さんの集合写真だ。
これ貴族院多額納税議員ってことなんですね。はあ、これ東京か二重橋ね。台湾演伝図、今は上真空蒸発館っていうのとかですね。わかんねえな。こうアメリカの岩塩、イギリスの岩塩、イタリア、これ塩なんだ。へえ。塩田王の足音。塩田王ですかね。こっちが出口か。順番こっち。塩田王ですかね。塩で多額納税者、貴族院、伯爵になれるぐらい税金を納めたんですね。結構ね、長いですね、順路が。ジグザグ迷路のですね。あ、これはね、あそこから入ってたんだな。終わりなのかな、これで。野崎本家、向かい座敷、約42メートルですね。まあ大きいおし、ご自宅でこう中庭ね、旧家庭のこの中庭ですを中心に建築していくもんですよね。きっとこれが最終的な玄関だったんでしょうね。ほら、なんかね、いろいろ貼ってある、ね、住所表示なのかな。まあこういう風景を毎日見て生活してたんですね。はい、では野崎家、この岡山の旧家のね、建築物を見てみました。はい、では以上です。